ゲットレディー。クッソ激烈によくできたモラハラ漫画。この漫画はとても上質な少女漫画です。主人公はブスで、周りや幼馴染のこじらせたイケメソからブスとなじられまくっているモラハラの被害者。しかし鋼のメンタルを持っているので、モラハラに耐えて自分の好きを大学で研究するというクッソ激烈に共感できる前向きな設定の JD。この JD は女の子が綺麗になる姿を見るのが好きというモチベーションから大学ではコスメ学みたいなものをガチで研究している大学生の鏡。こんなクッソ偶性がある時美容系 YouTuber のホモを気に入ってそのホモの男の娘のメイクを手伝ったらチャンネル登録者数が伸びて、なんやかんやあって、主人公もその YouTube に参加することになっていわゆる詐欺メイクでトレンドに乗る。そうしたら、こじらせたモラハラのイケメソが主人公に突っかかってきて、ホモの男の娘も主人公のことが好きでみたいなギャルゲー体質が発動するという漫画。この漫画は他の生物と接定するときは最大限の礼節とリスペクトを持って接しましょうという部分が全くできていないクズたちが、心ないモラハラをするようなリアル世の中で、それでも前向きにまっすぐ自分の好きのために生きるという一本気な性格の主人公のキャラデザがクッソ激烈によくできており、女性文学作品のような主人公の心情のトロが入るのだが、最後は私は負けないうずき姉貴リスペクトな漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。